16の夏、タバコをセブンスターに変えた。レンが吸っていたからだった。同じ数だけピアスを増やし、お揃いのブーツで歩いて、同じベッドで眠り、同じ夢を見ていた。なのにレンは私を置き去りにした。私は心のどこかでそれを許せていなかったのかもしれない。母を許せなかったのと同じように。まばたきが風を呼ぶ、微笑みがざわめきを消し去る。あなたの目に住む天使がささやく、すべてが今始まるの。意志薄弱だな。もう5本目だ。3ヶ月で挫折かよ。だけど心を落ち着かせなくちゃ。ノブはあれからどうしただろう。なんか理不尽なこと言って責めちゃったし、バイトで会ったらちゃんと詫び入れなきゃ。でも来るかな、あいつ。だるいな、バイト。でも生活費稼がなきゃ。今はスタジオ代浮いてて助かるけど、いつになったらデビューの話が進むんだろう。ハチは寝てるかな。匠はレコーディングだし、もう帰ったよね。おかえり。無視かよ。こっち来て座れよ。大事な話があんだ。私着替えてバイト行かなきゃ。じゃあ着替えたら出てきて。時間は取らせないよ。タバコも消してきてね。お腹の子に悪いから。落ち着け。ハチがどんな決断をしようと、優しく見守るって決めたんだから。お前、なんか飲む？結婚することにしたから、俺たち。は？結婚？
それでね、どういう段取りで話進めていくかは事務所とも相談しなきゃならないけど、とりあえず早いとこ新居見つけてこいつ引っ越しさせるから。ここはエレベーターなくて妊婦にはきついし、セキュリティ万全なところじゃないと何かと不用心だしさ。だから悪いけど、お前は新しいルームメイトを探してくんない？何それ、なんでそこまで話が飛躍すんの？私は子供ができたことさえ聞かされてなかったのに。大体ノブはどうなんの？何黙ってんの？わけわかんない。でもいきなりそんなこと言われても困るだろうし、ルームメイトが見つかるまでは俺が家賃半分払うよ。いらねえよ。そう、でもこっちの勝手な都合だし。ちょうどよかったよ。どうせ私も例のとこに引っ越すつもりだったし、そういうことならここ引き払えばいいじゃん。いや待て、そのことでも話したかったんだけど、お前もう少し蓮の立場ってもん考えてよ。え？お前ら二人の関係は過去から全部現れたら面白おかしく脚色して記事にするのに絶好のネタだぞ。それがどうした？スキャンダルで落ち目になるようじゃトラネスもその程度ってことだよ。いや俺はむしろ注目を浴びることを恐れてるんだよ。バンドもこれだけ売れると世間の興味の対象はどんどん音楽活動以外のことに向いてくるんだよ。しょうがないことだし利用すべき点ではあるけど、やっぱり本音を言えば音楽以外のことで話題になって正当に評価されなくなるのは不本意なんだ。スキャンダルでますますその傾向が強まるのは避けたいんだよ。お前も音楽やってる人間ならわかるだろ。てめえはいいのかよ結婚して。俺の結婚程度じゃ世間は騒がねえって。俺とレントじゃ認知度が全然違うし、だいたいお前だってデビュー前にそんな形で注目浴びるのは不本意じゃない？不本意どころじゃねえ、そんなのまっぴらごめんだ。だったらもっと慎重に行動しろよ。別に会うなとは言わねえからさ。わかった、気をつけるよ。話のわかる女でよかったよ。レンにはいくら言っても聞く耳持ってくれねえし困ってたんだ。話はそれだけだ、そろそろ帰るよ。何あれ、まるで匠の中堅じゃん。レコーディングの間は来れないけど、終わったらお前の親にも挨拶しに行くから、ナナは余計な心配せずにのんびり休んだろよ。でも寝込むほどじゃないし、その間私不動産屋行ってみるよ。どういうとこ探せばいい？俺よりせっかちだね。そんなに早く新婚ごっこがしたい？っていうか匠忙しい身だし、私にできることがあればと。ナナちゃんと顔合わせづらいから早く引っ越したいんだろ。あいつノブとは相当仲いいみたいだし、そりゃ気まずいよね、あからさまに怒ってるし。引っ越し先は事務所のやつに頼んで、すぐにいくつかピックアップしてもらうから、体調のいい時に見に行って、ナナが気に入ったとこを選べばいいよ。顔色良くなったね、吐き気収まった？うん、ありがとう、だいぶマシに。匠、レコーディング行かなくていいの？全然余裕。でもお腹の赤ちゃんに良くないかも。大丈夫大丈夫。なのに気づかれるよ。大丈夫だって、声出さなきゃ分かんねえよ。でもそれでなくても怒らせてるのに。それより俺の怒りを鎮めてくれ。他の男にやられっぱなしじゃ収まらねえ。お前は何の心配もせずに俺の機嫌だけ取ってりゃいいから。水越の店で買ったベッドは古くてスプリングがきしむ。頭が変になりそうだ。彼氏なんかよりずっと大事だよ、ナナは。
嘘つき。私、ノブのことめちゃめちゃ好きになっちゃったみたい。裏切り者。新しいルームメイト探してくんない？せめて自分の口で言え。ナナも気に入ってくれないとつまんない。お揃いで使いたいし。なんで使わないの？イチゴのグラス。だってそれ2個しかないし、もし割っちゃったら。使わなきゃ意味ねえじゃん。そうだけど、お揃いが割れたら悲しいもん。使ってもいいけど、絶対大切にしてね。揃いが割れたら悲しいもん。誓いの指は二人の赤い糸、今は見えない。約束もないけど。これのどこが純愛物語なの？俺には不倫の歌に思えるよ。え、誓いの指輪はないんでしょ？でも相手の男の指にはあるとも取れるな。お前どうも最近挙動不審だと思ったら不倫してんのか、レイラ。そういう意味じゃないのに。でも不倫ソングは何気に受けますよ。違うの、マリちゃん、純愛なの。キスさえしない愛の絆の物語なの。誓いの指輪って言えばさ、タケちゃん、俺結婚するんだけど別にいいよね？結婚？いきなり何言い出すんだ、タクミ。しかもこんなとこで。俺はここにいるスタッフのことは信用してるよ。どういうこと？あ？タクミが結婚なんて、このシングルが1000万枚売れるよりありえないよ。女にガキができちゃってさ。ハチコ？よくわかるね。そんなの匠らしくない。らしくないよ。つーかノブの子じゃねえのかそれ。なんでそんなまんまとハチコの策略に乗せられるんだよ。策略？ハチコの目的は売れっ子ミュージシャンの妻の座と金だ。わざと危険部に誘ってやらせたのかも。匠、会いたい。いや、わざとではないと思うけど。でも目的はその通りかもね。愛がなくていいの？愛なんて後付けだって。人間なんて所詮みんな自分が一番可愛いんだから、己の欲望をより多く満たしてくれる相手を愛してしまうものだ。それはある意味真理だな。え？いいじゃない、結婚させてやれよ、タケちゃん。ろくでなし男とミーハー女の行く末がどうなるか、これは見物だぞ。笠井さん、一言だと思って。とにかく社長に相談を。それまで皆さんどうかご内密に。うっせえな、もう結婚ぐらい好きにさせろ。じゃあそろそろレコーディング始めるか。あれ、レイラは？さっきまでいましたよね。すぐに戻ってくるだろう。どうせ歌入れは後だし、仮歌なしでもやれるよ。マリちゃん、念のためその辺探してきて。はい。
レイラって本名なの？うん、本名は英語でね、 LAYLA。 クラプトンのレイラって曲知ってる？うん、有名な曲だよね。お父さんがあの曲を好きで私の名前をつけてくれたの。今でも部屋に一人でいるときよく CD 流すんだ。一人じゃない気分になれるから。愛しのレイラ、すごい放題だな。合計で5500円です。また連絡するね。もしもし？しんちゃん、どうしたの？レラさん、今どこ？レコーディングは？何かあったの？レラさん、大丈夫？お願いがあるの。いいから何でも言って、何でもするよ。お金はもういらないから。安野。あ？何？安野、携帯の番号教えて。朝から何度も電話してんのに出ねえし、昨日は俺もパニクっちゃってて言い過ぎたし。でも当事者である俺でさえ虚しくバイトに励んだのに、お前がサボんな。真面目な自分が本気で嫌だ。ごめん。いいよもう。お前に理不尽に虐げられんのは慣れてるし、バイト先にはうまいこと言っといたから。今どこ？レンの家？レンはどうせ仕事でいないんだろ。今日はもうバイト終わったし、スタジオ行く前にどっかで一緒に飯でも食う？ノブは？怒るから聞いてよ俺の泣き言を。私やっぱどっかおかしいかも。知ってるよそんなの昔っから。自分がなんでここにいるか思い出せないよ。寝ぼけてるだけかな。イチゴのグラスが床に転がり落ちそうになったことまでは覚えてる。あれは
初めて二人で買ったお揃いのクラスだったのに、私はあのクラスをちゃんと受け止められたのかな。あのさ、ハチ、あんたの全てを受け止めるには私の器は小さくて安物のガラスみたいだった。だけど全てを失う寂しさに比べたら、ひび割れていく痛みの方がマシだったんだ。私がもろかっただけ。あんたのせいじゃないよ。